やべえ、やばいじゃん、はい、嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。この事件知ってますか皆さん。あなた半半島事件、地図的にこんな感じですね。ここら辺にありますっていう、あなた半島事件、これね。ここでも一応もともと日本の領土だったんだけどね。そうそうそう。じゃあちょっと一人の人物を見てもらおうかな。おお、はい、こちらです。はい、こちらのね、人物がね、絶命のブスだなこいつ。つえが言う比嘉和子さんという女性でございまして、なんとこのあなた半半島事件というのは女性1人と男32人で無人島生活をしたっていうね。この状況で殺人事件とかそういう悲惨なことが繰り広げられてしまったという、はい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 、それがあなた半半島事件、というわけで今日はその事件の詳細を喋っていこうと思います。時代としては終戦しました、1945年に、はい、そこはね、もともとその無人島みたいな感じだったんだけど、はいはい、この島に32人の男性とこの女性1人が派遣されたんですよ、まず。なるほどね、仕事としてね。でもなんで派遣されたのかは分かってないし、この構造明らかにおかしいじゃん。で、一人だけ女性っていうね。砂糖の株式会社をしてた人の社員、菊一郎っていうんだけど、菊一郎と和子と、あとの31人は軍人。この派遣された32人の男と女1人、戦争が終わってそこに取り残されたわけなんだけど、アメリカの船とかが終戦だから日本に戻っていいよみたいなことを言ったらしいんだけど、ここにいた人たちはそれを全く信じなかった。敵の言うことだから、まあ、そうだね、あー、そういう作戦だみたいな、そうそう、戦争はやってるぞみたいな、そう、絶対俺らを捕らえる気だみたいな感じで、いや、そんなもん信じねえよって言って残ったのがこの人たちなんだよ。なるほど。で、まあそこで無人島生活をしていたわけなんですけど、自給自足の生活をしていたわけですよ。最初は結構食べ物で争いとかしてたんだけど、まあ畑耕したりとか食べ物に困らなくなってきて、はい、争いもだんだんなくなってきました。そうすると次に男たちが求めるのは何かというと、やっぱりこの一人しかいない女性ですよね。そうだね。しかも和子っていう人物、おっぱい丸出しで嫌らしいんですよ。たまんないね、それね。危ねえやついんな、後ろに。そんな格好してるから、もう結構男からギラギラな目で見られるから、これに不安を感じた和子は菊一郎に結婚してくれと頼むわけです。結婚してないの？ちょっとね、ここややこしいポイントなんだけど、まあ、妻と旦那みたいな感じで言ったじゃないですか、うんうん、これね、その言い名付けみたいな感じ。あー、なるほど。内縁の、ね、そう、親が決めたやつね。ゆくゆくは結婚するけど、まだしてないみたいな感じ、曖昧な感じだったのね。曖昧な感じだったからこそ、はい、他にいた男も、あ、じゃあまだ正式な結婚してねえんだなみたいな感じでこう、なるほどね、こうギラ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 してる。うわ、それに不安を感じた和子は、もう菊一郎にちょっともう正式に結婚を頼むわと。で、一応結婚しました、その島で。ただこの菊一郎がなかなかのその長身者な感じで、いろいろ男が寄ってくるんだけど、その男を追い払えずにいたと。で、結構その誰が菊一郎だよ。おー、すげえ、もうサイレントね。もう分かった。強い、その感じ。すごいわ。結構いかついやつが来るわけよ、大輝みたいなやつが。しかもその大輝みたいなやつが、島で墜落してたアメリカの飛行機の残骸からピストルを、うわ、やべとしました。やばいじゃん、大輝。カオスじゃん。大輝、ピストルで脅して、最終的には和子と菊一郎と大輝みたいなやつが2人いて、この4人で暮らすっていう、よくわかんない。え、どうせしたの？この2人はいいけど、これ何みたいな。そうそうそう。数ヶ月が経って、またこれとは関係なしに島人の男がこう和子に色目で見てるというか、それに気に食わなかった大輝がそいつをバーンって撃ち殺してしまうと。これがまああなたの半島事件の初の死者が出てしまったという、なるほど。やから2人がピストル1個ずつ持ってまして、ここでまた揉めるようになるんですよ、今度数ヶ月経って。大輝同士が、そう、大輝同士が大輝同士倒すすぎる。大輝同士が仲合わせるの。大輝 A と大輝 B がいて、 B を撃ち殺してしまうんですよ、 A が。こいつがもう実質トップになる。で、またそれから数ヶ月が経って、今度菊一郎登場です。おお、さあ、大輝が海で釣りをしてる時に、小屋の壁にピストルをかけてあったんで、それをパッて取って、
もう後ろからもバーンって撃って海に遺体ボーンって捨てて死んでしまいます。あっけないね。そう、あっけないだこれ、うん、で、やっと平穏な日々が来たと思いきや、はい、その平穏はなかなか続かなかったということで、男たちの間ではピストルを持ってるやつが和子の肉体を手に入れることができる。うわ、マジでバトルロワイヤル、ドロドロしたらドロドロ。うわ、ね、マックスに聞く以上と和子で暮らしてたんだけど、菊一郎がある日小屋の修理をしている時に名もなき忍人がピストルを拾って菊一郎を撃ってしまいます。実際菊一郎はこの島で絶対的権力の象徴であるピストルを手にしたことで人格が表現し、周りの島人へ横暴な態度を取るようになったという説が濃厚である。そんな菊一郎に嫌気がさし、何者かが銃殺したと言われている。じゃあリボンとするわけだ。はい、そのリボンとその今度和子が今度暮らしたんだよね。やばい、リボンは、まあ、ターボー死んでしまったわけじゃん。ターボーはバナナの食いすぎで死んじゃったらしいよって島人に言いふらしたそう。そんなわけねえだろ。バナナの食いすぎ。そう。まあ当然それを信じる奴は誰もいない。で、まあまたその和子と過ごしたリボンも、約1年後とかにまた何者かに銃殺されてしまうと。うわぁ、すごいんですよ、とにかくこのバトルロイヤルが。で、まあさすがにこの状況はヤバすぎるってなって、そこにいた最年長の男が、これダメだってことになって、島人全員集めた。ピストルちょっと全員出せと。そうだよね。もうこんなもんあるから殺しで済んでんだよ。募集だみたいな感じで、もうピストルを海に捨てました。2丁あるピストル確実に捨てました。みんな見ました。和子は、和子自身が選んだ夫と結婚をする、うん、で、これに周りは手出ししない、約束しろみたいな、みんな争いもしたくないから。なるほど。そんな感じで決まったんですよ。はい、うん、でも結局誰だった。ピストルがなくても結局こういう、まあ、何ヶ月か経ってまた夫が殺される、何者かに殺される、でも犯人出てこんみたいなのが結局もう続いた。全然意味ない。ああ、もうピストル頼りじゃなくなったんだ。別にね、もう殺す手段なんて言っちゃえばピストル以外にもいろいろあるから。結局みんなその和子を欲しがっているっていう。まあやっぱ欲には勝てないってことじゃない。勝てないよね。分かる分かる。ああ、分かるよ、その気持ち。そして最終的に男たちはある重大な決断に出ます。何だと思いますか皆さん。集団自決です。集団自決。ああ、闇っぽいですね。和子を抹殺。和子を抹殺。ああ、なるほどなるほど。正解はたつきさんです。いや、当たり前、当たり前。和子を殺す。もうみんなの頭の中は和子と結婚をすると死んでしまうっていう、まあ、大事な。それでもう不安でしょうがなかった。集団ヒスティックみたいな感じになっちゃって、和子が旦那を選ぶわけじゃん。選ばれたら死ぬ、死の投票みたいな。そう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 。それでもう本当に怖くなっちゃって、うん、分かった、あいつさえいなければ、あいつがいなければ死なずに済むみたいな考えになった、みんな。あ、で和子を殺すことにしてしまいました。いやいや、ずっと和子かわいそうだな。ね、うん、まあそうだね、うん、和子はこの男たちの殺気にいち早く気づいて、なんとその場から逃げ出しました。無人島で逃げても結構たかが知れてるじゃないですか、うんうん、でも助かったんですよ。その男たちも和子がいなければいいみたいな感じだったから、深追いはせずみたいな。あ、殺さないでそのままにいなければ別にそれでいいみたいな。そうそうそう、だから一応和子は逃げ切れた。そこでこう偶然通りかかったアメリカの船に、はい、こう全力で和子助けを求めて、はい、一応島からの脱出に成功しましたよっていう。これが1950年の話。終戦が45年だから、まあ5年間ぐらいこういうとんでもないことがこの島で起きていた。ずっとそこに住んでたな。すごいな。合計13人が結局死者が出てしまいましたということで。うわ、でこの翌年にこの残った19人も救済されました。ああ、よかったよかった。19人は米軍機で羽田に送り届けられ、多くのメディアから取材を受けた。そしてそれぞれの故郷へ帰ったが、すでに妻が別の男性と再婚しているケースが複数あり、中には妻が夫の弟と再婚していたケースもあったという。アナタハン半島のこの事件っていうのが、まあ戦後大々的にまあニュースとかでメディアに特集されて、めちゃめちゃ日本では大ブームとなって、ブロマイド私みたいなのがもうめちゃめちゃ流行って、この時の流行語が確かアナタハンに選ばれるぐらい、もうすごい。和子はその男を惑わす女として映画化されたりとか、魔性の女みたいな感じだ。最初はさ、やっぱ、食料で争っていたわけじゃん、やっぱり。でもその食料が、まあ、なんとかなって、食欲が満たされたら、今度は女性の欲になってしまったわけじゃん。だから結局人間っていうのは、まあ、ないものねだり、生き物って感じじゃん。はい、だから結局のところ、このアナタハン半島事件っていうのは、人間というのは精神的に追い詰められてしまうと、はい、このような惨劇を引き起こしてしまうということを表していると言えるのではないでしょうか。何信じるか。なんで。顔ヘラヘラして。和
トーの株式会社が派遣した女一人と軍人30人。この軍人っていうのは結構引っかかるけどね。そうだよ。そこが一番のミステリーなのかもしれません。ああ、確かに。何落ちちゃったよ。